ショットクロックギリギリまで使っていきますが、シマノのポジション、ニック系インサイド入ってペイントエリア切り裂いてもニック系のポイントです。ここはクイックリリースで星野、エアボールになって落ちているデクワン・ジョーンズ、外からスリーポイントを決めました。いや、この選手外も中もありますね。そうですね、ニック系選手はスリーポイントまで現在リーグで6位ですからね。そうですよね、 42.9%。 ここもレイクス、ショットこれから10秒を切って、アンドン、スリーを打ちる、そしてトラビス、そしてビューフォード、トップからのスリーポイントです。トラビスこの位置で少し下がった位置、ミドルショットでトラビス、今度はペイントイラから少し下がった位置で、そうですね、ウーバー選手は外、アンド前にはカリノがついている、フローターショットで沈めました。川又前からウィリアムスニーカーヘルプに行こうというデクアジョーンズでしたが、ウィリアムスニーカーバンスパス、ビューフォードダンク、ダンクですね、 A1 です。そしてこれで100ダンクビフォード達成です。ファウルです。川又が3つ目、このシーンです、ビフォードに対して、川又さん、おーとこはビフォード、デクアン・ジョーンズがコントロールしましたが、ビューフォード、ここは落ち着いて決めています。ビューフォードが少し加速しながら自分でいったバンクショットで M1。 テーブスドライブからリフレクションがあったが、そのままキープでラベナが3ポイント、3、ラベナ3です。かなりログレンチでの3ポイント、またこのラベナが躍動しますね。ちょっとエンジンかけてきたんじゃないですかね。バースパス、テーブスに渡って後ろからマーティン走り込んで、ボースさんダンク、豪快にマーティン決めていきます。デクアン・ジョーンズが外に来ますが、そのデクアン・ジョーンズステップバックがスリーポイント、デクアン・ジョーンズルフォードポスタップ、カナダを当てながらキックアウト、ニック・ケイのスリーポイントです。島根もこのニック・ケイ、もう一度白浜、このコーナーから今度はドライブ選択、ビフォード、ショットクロック3秒、2秒、ビフォード2秒で決めた。ビフォード、ライブの選手が動いてないのでフィニッシュできてないんですよね、はい、その辺を少し改善したいですよね。時間が経っていきます、残り1秒、これで試合終了。各クォーターオリオリアも本当にワンポゼッション僅差での展開と。